しくね。ええ、今年も笑顔たっぷりの一年にするわよ。ところで、カノン、どうかしたの？明けましておめでとうってことは、大晦日はおめでたくないのかしら。もしそうなら、今年は大晦日をハッピーにしないといけないわ。